TV。 さあ本日も MC を務めます、はい、ラニーノーズです。よろしくお願いします。こちらは YouTube チャンネルラフ&ピースミュージックの新番組となります。藤崎マーケットさんや2700さん、 8.6 秒バズーカーなどリズムネタから生み出されたスターを発掘してスターダムへの道を切り開く歌リズムネタ芸人発掘番組となっております。はい、よろしくお願いします。まあ、今回はね、また僕らが担当しますけども、そうですね、いろんな方々をお迎えしたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。さあ早速呼び込みましょうか。今回のゲストはこの方々です。どうぞはい、そこです。はい、座ってください。はい、はい、どうも、よろしく。日本の社長さんです。日本の社長さん、そこでいいですけど、まあ、パッと見たら超新宿さんから感じ、これサムネだけ見たら勘違いされますよ。YouTube やから、これ普段の感じで来てくれて。いや、普段そんなロッカーちゃうでしょ。でも見たことない。大体そんな感じやから、いや、それ見たことないって、革ジャンとグラサンって、うん、ほんで、ね、ケツさんなんでちょっと濡れてるんだよ。いやいや、なんかベッキーなん嫌よ。で、ロックとか関係なく、雨で濡れてる。それ、イメージしてあげちゃう。ロッカー全部濡れてる方がロックかな。たまたまラオンとかの感じかな。ライブ終わりじゃないとダメの。ロックちゃうでしょ。汗でもないんかい。なんなら歌ネタ、歌ネタ芸人なのかな。歌ネタですよ、僕。いや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 、じゃあラニー来るまでは俺らやったもん。だって、いやいや、ないですよ。僕は歌ネタはもう割とたまにね、まあ、予選で動画出して予選で落ちてますから。いや、してないですよ、じゃあ。一応参加してますから。参加してます。そうやん。一応音楽番組としてやってるんで、これね。はい。よろしくお願いします。お願いします。まあ、日本の社長さん、おすすめポイントとしましては、はい、まあ、もちろんのことこちらですよね。KOC ファイナリスト。うわい。ね。ありがとうございます。すごいね。なんか、うん、音楽をやってたら、たまたま、ハマったって感じ。もうええ、あれ音楽優先でできるネタちゃいますよ。そもそもなんかハマって、いやいや、大会と共鳴して俺ら。違う、いけたらもちろんすごいし、歌ネタやってはりましたけど、歌ネタと言っていいのか。僕から作ってないでしょ、あれ絶対。いや、確かに。あれどういういきさつなんですか、あのネタは。あれは、ね、あれはでも、なんか、ネタ合わせの時に、あの、お前がケンタウロスやって、俺がミナタウロス行くから、恋して歌うだけ言われて、わからんわからんわからんそんなん。そうですよね。やっぱあのなんか夢から覚めて、なんか起きた時になんかあれっていうのもう頭の中にあったんです。ちょっと待って、マッキーみたいなこと。あのイメージが起きたら、ポール・マッカートニーのエサでと一緒やつ。できてたんですよ、もうあれが。だから僕も探して、あれ誰かの作品かなって。どっかで見たんちゃう。そんなに飲む。じゃあこう、できてますな。それで言ったとおり、ポール・マッカートニーですね。イメージに変われたエサデーを。俺ら今、HY さんのコラボマッチやから今。じゃあ、あったけど、昔ね、コロチキさんが卓球のネタでね、アーティストさんの曲を作ったら、ほんまにそれでコラボしたみたいな。はい、ありました、ありました。来るか。全然連絡ないな。ないな。だから俺らツアーまで。マネージャーで止まってるかもしれない。あ、来てはいるけど。来てはいるけど。マネージャーで止まってるんだ、多分。普通にケツさんが歌うから、鬼込んでいいんすよ。コロチキさんの場合、鬼の歌やから。バックバンドですか。いや、名前の贅沢すんなって。すごいあのオペラみたいな感じで、あの演奏は生みたいな。下でやってくれるやつあれ。贅沢よ。じゃあ、HY さんの無駄遣いやめてください。いやだからまあそこでお呼びしたんですけども、はい、おすすめポイント2つ目があるんですよ、はい。ケツさんが実はギタリスト。まあまあ、でもみんな知ってんじゃん。いや知ってるギタリストかな。まあ、僕は知ってますけどね。うん、今の言い方も腹立つ。なんだろう、ロックな感じでやってたんですか、ギター。まあ、そうやまあ、カートとかは結構影響受けたかな。カートコバーン。カートコバーン。カートって呼んでる。カーズの間違えた。カーズの影響受けたかな。カーズの影響受けた。ディズニーの。カーズの俺憧れてる。憧れ。カーズともコラボしたいもん。カーズの、全く関係ないじゃん、車と。ケツさんギタリストっていう情報ちょっと間違ってるんじゃん。え、あー、確かに。あ、僕はまあ、ギタリスト
とじゃない、正直、はいはいはい、違うね、あの俺の中の、うん、あの並木優子さんっていう女性のシンガーソングライターがギタリスト、はい、これさ、何聞いたわかると思うけど別人格みたいなことですか。まあ別って、俺の中にあのおる別の、ね、人格がおって言ってよ、別人格いや、なんみたいな話で言って別人格言ってよ。今並木優子さんになるまでちょっと我慢してもらったら今まだ結構ないから引っ張り出してくださいよ、じゃあ並木優子さん。そんな潜水みたいな、そう、いろんな潜水みたいな感じで、エツさんはただの革ジャン好きな人やから、革ジャン好きの濡れてる人、俺は何やねん、それ川木優子さん。いや、並木優子、あ、並木優子さん濡れてるから、乾いてほしくて乾いてほしくて、もう川木優子さんってわけわからんこと言って名字聞いたことないよ。濡れてるせいですよ、それ川木優子って知らんねん、並木優子ロックちゃうでしょ、それは。そいつが何なのよ、優子がどうしたのか、歌作ってくれて、作曲して、はい、まあ、俺が歌ってるっていう状態。そういうこと、みたいな。なんか女性目線の歌なんですよね、いつも。そうそうそう、あの女の子の目線で歌ってるから、俺は書けんから、そういうのは。並木優子さん、並木優子さんの才能がやっぱ。並木優子さん好きな食べ物何だっけ。ぶどう。そうなんですか。好きな色は青。辻さん、何を聞いてくれたらいいの。辻さん、何を聞いてくれたらいいの。フルフライ、改めてフルフライの回答じゃないの。俺もさ、何も聞いたことないから、食ってみたら速さだけできたもうなんか仕上がってるみたいな感じで、全く、今始めた時から速さだけは守ろうっていう感じの、じゃあ、並木さんが好きなもん聞かれて答えたら映画は好きな映画なんですか。ジュラシックパーク女の子だよ。ジュラシックパーク重いけど、女の子が挙げるベスト、ワールドよりもパークの方がいいらしい。ケツさんが一番好きな映画は何ですか。俺は、ジョゼ。ジョゼ、ジョゼとなんて、ジョゼとトラと魚。逆ちゃうそれ、渋い。逆っぽいな。逆でしょ、ほんま。いや、ノーね、いや、お互い好きなのも言ってるだけやからね、これは。あ、ほんま、うん、好きな、じゃあ並木さんの好きな車は。車、BM。じゃあ、あんまり意味、女子が言うやつじゃないから、ケツさんが好きな車はバッソ。バッソ、逆やで、逆だよ。人格も分からんくなってんちゃう、自分の中で。いや、まあ、でもどっちもまあ俺やから、それは。どっちも俺言ったら、ね、二重人格じゃないの。え、二重人格やけど、結局あの、この俺の体に宿してるから、まあ、総じて俺。いや、難しい。好きな曜日は どっちのゆうこ、そのままいいの。今ゆうこなんですか。今ゆうこで。
いつの間に今までえ結構前から言うかも。喋り方とか全く変わらへんから。全く変わらへん。ああ、精神的にな。ああ、マインドが今。だって俺がこの喋り方言う人見たことないよ。ないですよ。まあ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 。そうやろ。歌詞が私とかね、全然ちゃうから。いや、歌うとき、なんかお前ら歌うとき入るやん。俺って言ってもないな。ゆうか俺って言ってるな、ずっと。だから、それも知らんやん。なんブレブレちょっと男らしいところもあるやん。いや、でも歌詞がさ、私って言うからさ。そうそうそう。いや、それはちょっと売り上げも気にしてるやん。僕なんてか、強まってる気がする。ゆうかがお気に入った歌。ちょっとそう。ちょっとお気に入った。ほんまに歌いたい歌はアルバムとかで出すけど、うん、まあ、シングルカットはまあちょっと置いてる感じ。置いてんの。あ、そうか。ちょっと代表作でもいいかな。歌ってください、ぜひ。はい、ございますか。動くのも早いな。そこでありがとうございます。ゆうこくん歌、じゃあ聞かしとく。聞かしとく。じゃあ、私うまく笑えなくて、はい、とりあえずっていう歌があるんで。はいはい、どうしましょう。これって僕撮っちゃダメですか。あー、そうか。あ、でもいいですよ。あれがいいです。はい。全然。あ、じゃあもう。じゃあ僕もちょっとハーモニカをね、できるんですけど、マジですか。ちょっとあれやったら一緒にやろうと思うんですけど。あ、コラボみたいな。ああ、ぜひぜひ。撮っていいなら。はい。ハーモニカ、ね、あ、そうだ。でも、実はこれね、辻さんもラボンができる。そうですね。ギター一本だよね。まあまあ、できるんやったら、まあ、ちょっとせっかくやから。はい。もういいっすね。そういうの好きや。おお。お願いします。はい、じゃあそれじゃあ聞いてください。私うまく笑えなくて。盛り上がってないなと思ったらもしかしたらちょっと助けるかもしれない。ああ、なるほど。そこは盛り上げのためにはいいですよね、ハーモニカっていうのは。いいなっていう時は、はい、確かに多かったですね、うん、そのままいけるなって十分やと思ったらもうなし。そこは空気を見えますもんね、はい、じゃあもう一回私もご覧になって、はい、はいはいはい、すいません、ごめんなさいね皆さんね、もう一回じゃあ歌わせてもらいます。はい、私うまくご覧になって。めっちゃいい歌ですよね。よかったから、入らんでいい。ボンクラやないか、お前。入れや。じゃあよかったもん。よ
くないだろ、こんなの。どうし、なんやねん。ハーモニカ気にして、満金で歌ってなかったの、YouTube。なんかずっと気にして。いつまでちょっと声ちっちゃかったよ。自信持てよ、お前。まあ、いい歌なんですから。よかったよ。よくないやん、こんなん。コード4つしか使ってへんよ、こんなん。コードの数じゃない。なんでチラチラ見てんさ、藤井さんのこと気にして。いや、もう自信持てよ、お前。はめてないよ、それは。はめてないよ。よかったよ。いい歌でしたよ。いい歌でした。いい歌でした。ありがとうございます。ありがとうございます。一応今出てきた。そうやね、みちょぱ好きやから。嬉しいですね。すごいですね。勝手に引かんといてくれますそれはちょっと向こうの意向もあると思うんですよ。いらんな。ちょっとなんかね、配信とかもなんか狙いたいですよね、その曲とか。あ、ほんまや。じゃ俺ずっとなんか思ってんねん、吉本からいつ出すねんって俺もう遅いやん、むちゃくちゃ遅い。もう吉本に文句言ったらしたらそれやん。もっとあれやろ。あともう全部ありがとうやけど、もうこれだけ全部ありがとう。ジャイアンが全部ありがとう。他は全部ありがとう、これだけは。ジャイアンやめて、そのジャイアン。じゃあ、なんか出したいよ、なんかのバンドで。いや、バンドで、バンドバンドで、あ、バンドで出したい。もちろん、あの、バンドサウンドが。あ、たどり着く、これから。ワニ、手伝ってもらうんちゃうんじゃ。うまい。いけんの？何なんすか今のリアクション。そんな下手くせやん。ただ、作詞作曲してる人の方が印税は多く入るけど、それは。めちゃくちゃ儲けるやん。印税は多く入るって言っても、上からやん。じゃあ、お前らが俺に乗っかるかどうかや。何なんすか？このビッグビジネスに乗っかるかどうか。いやいやいや。現実見せたら悪いですけど、吉本興業の中の吉本音楽会社から、うん、あの曲出しても吉本興業が自分の商品を貸してるっていう判断されて、はいはい、印税途中で吉本興業入ってくるんでビビったりもしか入らないですよ。ちゃんと言うな、お前。俺らで吉本を変えることはできるんですよ。でもう社長とか直接言いな。え、じゃあもうソニーとかから出そうやじゃん。ソニーソニーだけちゃうとか入る。エディションとかから。エディションちゃうか。めちゃくちゃなことやろ。この曲何年前に作ったの？これはほんま8年ぐらい。ブルーしがみすぎやろ。じゃあ、なんかほんまにちょっとこれ、まあ、使わなくてもいいけど、あのほんまに曲、これ俺、その頃は結構冴えてて、はい、で今、こうちょっと正直、うん、枯れてるかもしれない、正直、ちょっと。作曲の年齢。だから、早く出したいの。だからもう、枯れる前にちゃんと出したいの。じゃあ、8年経ってるでしょ、でも。ほんまにいい曲ですもんね。もう他、もう一個他にもあるんですよ。いや、もうそう、オリジナルソング何曲かある。この女性の曲あるんですけど、時間があるなら、うん、全然ちょっとごめん、今日カポはちょっと忘れたけど、いけます。あ、どうやったかな。あ、いける。お、はいはい。お、じゃあそれじゃあ来てください。はい、Fat Will Be Ready。私はいつでもわかるわ、私はいつでもあげるわ、私はいつでも歌うわ、私はなるようになるわ、
唱法やからな。歌唱法って歌唱法。いや、そんな絶対その方がええやん。だってサビはいいメロディーの方がいいし、うん、音も一番豪華の方がいいやん。豪華ってデカなるっていう。いや、そうですね、まあ、弾くのにもね、ずっとネック弾いてんすよね、ケツさん。ちょっと専門的な話だけど、普通そのこっちから俺のとこ弾くのなんか上やねネック弾いてんの。俺のリーチは関係ないよ。リーチやったから。ウクレレ出身なの。ウクレレ出身だよ。ウクレレの弾き方してるよ。ウクレレ出身なの。何でよ。カワジレレ。何事事故みたいな。ウクレレ、ウクレレ出身なんだよ。ウクレレシンガーやったんですよ。何さ、そこ一番気にしてるの。それや。ウクレレっぽいわ。今か。これでやったらなんかしっくりくる。なんかアコギでそれやってるから。なるほどね。そっちは、ええやん、別にどこ弾いても。そんな違和感も。え、知らんの。だってさ、ここ弾いてもさ、ここ弾いてもさ、ここ弾いてもなるやん。いや、なるけど。音響き方だね。そういうことで、だからじゃあそういう少数派をはみ出そうとしてんねやろ、お前らで今。えぐいことしますよ、これ今。えぐいことしてんねん。なんで見てみてかもしれない、一回。そう、そっち側で。こうなってるから。落ち着くね、落ち着くね、こっちの方が。もうええわ。いやね。CD って言ってさ、分からへんから、そうええねん、別に。聞いてる人、聞いてる人は分かるけど、うん、CD か音源か配信やったら今たくさんしてるんで、確かにやってるね、ぜひ配信かで辻さんのハーモニカもありでぜひもう配信してください、うん、いや、ありはあボーナストラックやね、でもあカラオケバージョンみたいな終わってから配信して終わってからあのうるさいって言ってだけ配信しようそれだけ配信しようなるほどね、シークレットトラックみたいな感じちょっと長いことやってたら終わってから10分ぐらい流れるやつみたいなありますけどね。いやぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、そう配信できるようにねお願いします。はい、ということでエンディングでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ今後もまた新曲を作っていただけるようによろしくお願いしますね。はい、ここでよかったの？いやよかった。席2個空いてたそこでしょ。なんで最後に戻ってきたの？スマッシュヒット TV は今後もさまざまなゲストをお呼びしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。この話さ、ネックやからや。